皆さん、こんにちは。ワールドプラントへようこそ。今回は皆さんもよく知る植物、アジサイの生態について解説していきたいと思います。不思議な植物の世界をぜひ楽しんでいってください。さて、皆さんもよく知っているアジサイですが、アジサイの学名をご存知でしょうか。アジサイの学名はハイドランジアと言います。ハイドランジアは、諸説はありますが、ギリシャ語の水を表すハイドロと、容器を表すアンジオーンが語源となっており、大量の水を吸収し、蒸発させる性質から、その名前が付けられたと言われています。また、学名にまつわるエピソードとして、江戸時代のドイツの医者、博物学者であるシーボルトが、アジサイ族の新種に名前を付ける際、自分の妻、オタキさんの名を取って、ハイドランジアオタクサと命名し、物議を醸したといいます。学名に関連して、アジサイの和名の起源は、藍色が集まったもの、を意味する、アズサイ、アズサイがなまったものとする説が最も有力とされています。そんなアジサイですが、皆さんはどのように色が変化するか、ご存知でしょうか。実は、アジサイは土壌の pH によって変化するんです。一般的に、pH 7以上のアルカリ性土壌では、通常、ピンクか赤色になります。一方で、pH 7以下の酸性土壌では、青色の花を咲かせます。これは、酸性土壌ではアルミニウムが土壌に溶け出し、根を通してアジサイに吸収されることで、アルミニウムイオンが赤い色素と結合するからです。その他に、花の老化による色の変化もあり、アジサイは日を経るに従って青色の花も赤みを帯びるようになります。これは老化による色の変化なので、土壌の変化とは関係なく起こります。しかし、白いアジサイのように、色の変化がない種類もありますよね。その秘密は、アジサイの色素、アントシアニンに隠されています。白アジサイにはこの色素が含まれておらず、純白な花を咲かせることができるんです。また、町の花屋などで緑色のアジサイを見かけることがあると思いますが、緑のアジサイはファイトプラズマという病原菌に感染させて、葉化病という花びらが葉っぱのようになる病気を起こさせているものと、もともとそういう品種のものの2種類があります。そんな様々な色があるアジサイですが、花言葉も花の色によって変わってくるんです。花言葉は主に辛抱強い愛情、元気な女性がありますが、紫、青のアジサイの花言葉は冷淡、無情、浮気、知的、神秘的、辛抱強い愛、無情や高慢、美しいが冷淡などを表し、アナベルのアジサイの花言葉はひたむきな愛を、赤、ピンクのアジサイの花言葉は元気な女性、強い愛情、白のアジサイの花言葉は寛容、一途な愛情を表します。このようにアジサイの花言葉は花の色によって様々です。またアジサイの花言葉は花の種類によっても異なりますが、ここでは色別の花言葉に留めておきますので、気になった方はぜひ調べてみてください。そして綺麗な花にはトゲがあるというように、アジサイには毒を持つ種類があります。アジサイ族の一部の種では牛、ヤギ、人などが接触したことによる中毒事例が報告されていて、その症状は過呼吸、興奮、ふらつき歩行、痙攣、麻痺などです。しかし現在においてもアジサイ族の毒性物質は明らかにされていません。ですが毒性を持つ一方で漢方薬として使用されるアジサイの品種もあります。その品種からマラリア治療薬として認可されるものもあるんです。また近年、自己免疫疾患など他の治療薬としても効く可能性が示唆され、新たな研究が進んでいます。以上、意外と知らないアジサイの生態とその特徴について解説しました。この動画が面白いと感じた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。